井田さんはそのブラジルの、まあ、手でまるで扱うかのようにこう足でも扱えるっていうことで、ブラジルにはよく足は運ばれてたんですか？ほら今ヨーロッパ行ってんじゃん、今行ってますね、うん、その時はたまたまなんか知らない日中 の国交が始まる頃だったんだよ、はい、それで本当はそのヨーロッパが向こうでやるつもりが、はい、中国へ行くことになったんだ。へえ。それで松本行司さんが懐かしいですね、優勝したんだけど、はい、あの人は日本代表のユースの監督でどっか行ったんだ大会で、で俺がじゃあ代わりにって言って高校の監督になったんだ、で読売で合宿やったんだ。その時にセルジオにやったんだ。セルジオはもうその当時噂聞いてたんだ、すごい選手がいると、はい、藤田光明は、はい、だけどそのパスがこっち向いててもこっち出るからみんな困ってセルジオに言うような選手だと、はい、お前パスは俺の方見てその出せよとそうしないと分からねえっていうそういう日本リーグじゃなくて社会人のサッカーで、はい、そういうすごい選手がいるという噂は聞いてたんだよ、はい、それでその話をしてたからちょうどそうあったんだよ、はい、でどんな練習してるかって見に行ったんだよ、うん、まさに目から鱗だよ、うん、これだなと思ったんだ、これがブラジルだ、うん、それでさ俺は夏休みにさ、うん、呼んで、うん、で俺の家で合宿しただよ、はい、それで3日間、うん、そのセルジオを呼んで夏休みだから、はい、午前中と午後の練習全部やって、それともみんな来て、それで夜はずっとブラジルの話をしてもらうで、あいつは、ね、それでもうその話とその3日間の毎日練習やったのが全部メニューを全部俺頭の中に入れて、それを学園にやって、そこからちょっと遅れ選手権、あこれで選手権勝てなくなるかもしれんけど、これを 何年かかってもいいからマスターしなくちゃなんねえなっつってこだわったんだよ、ものすごいドリブルとショートパスに、それでいろんな技をな、セルジオにやった技を、うん、でも勝つことをメインにしていくか、うん、まあ、要は静学を、うん、まあ、全国一にするっていうことなのか、うん、もしくはいやいやもうブラジルのサッカーをやりたいんだと、うん、っていうことで育てていかれたのか、うん、どういう感じなんですか？いやだからもうある程度勝てないと思ったよ、ブラジルサッカーやったらな、もうそれ覚悟しながら、だけど新人戦とかさ、はい、インターハイでは勝てなくても、はい、選手権になると勝てるようになるんだよ、はい、練習量で、うん、だから そこだけ焦点絞って、うん、で選手は最初は勝てなくてもさ、だん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 こう走りもすごいたくさんやったんだけど、体力がついて、うん、そのスタミナもついて、うん、ボールを持てるから、うん、だんだん平気になってくるんだよ、うん、どんな強い相手でも、うん、ということはたくさんこっちの方がボールを持てるから、うん、相手がだんだん疲れてくるで、うん、でまた抜いたらいろんなことするから、うん、相手はびっくりしてさ、なんだこいつらっていう、そういうようなこうサッカーができるようになってきて、みんなが楽しくなってきた。まあいろいろあったけどね、途中で、まあ、なんで勝つサッカーやんないかとかさ、そうですよね、言われたけどね、でもその間に、新人戦では5、6回優勝してるし、まあインターハイでも決勝まで行くんだけど、決勝で、清志郎とか清水東に負けたりして、はい、いいとこまで行ったんだ、はい、まあ、そういうので学校もそんなに、あそうか結果出してるからいいなってことで、まあ、13年間勝てなかったけど選手権でね、だけどその間に選手が育って、なんていうの、社会人の日産とか、うん、トヨタとか、そうですね、そういうところ選手が結構行ってたで、はい、うん、それでレギュラーになったから、はい、そういうのがまた一つのなんていうの、俺のその自信になったし、あ選手育つなと、無名の選手でもね、うん、井田さん その今度トレーニングのお話、うん、ちょっとお聞きしたいんですけど、うん、どんなトレーニングされるんですか？さっきおっしゃられたのはリフティングやってドリブルして、ショートパス繋いでですけど、うん、あとはゲームだよ、ミニゲーム、3対3とか5対5とか、うん、俺は最初そのゲームもでかいのやったけども、でかいのじゃダメだと思って狭くしてやったんだよ、はい、狭くしてゴールをつけて、あとは全部一緒な、普通のゲーム、うん、だからコーナーからセットプレーから
あと全部普通のゲームと同じでフリーキックも全部試合と同じようにして選手をその短その狭い中でプレス。それをもうショートパスとかドリブルリフティング終わった後ゲームを 約1時間ぐらいやってそれで、試合の感覚を養う、うん、だから大きい練習大きいグラウンドになると、はい、もうすげえ楽だ、あスペースいっぱいあるから、うん、だから何でもなかった、選手は平気だった。でもじゃあその静学っていうのは、うん、こう入りたいよっていう子はもうみんな入れるんですか。俺の時代はな、うん、100点満点で5点くらいでも、入れたね。いい選手はね、可能性ある選手は、うん、平成4年か、はい、平成総体は静岡だった。その時は負けたんだけど平成その次の年に優勝したんだよ、はい、久保山よしきよの時、はいはいはい、うん、それでそのあと今度全国制覇するんだよ、はい、その時の間の13年間がすごいこう、はい、なんとの勝てなくて選手権勝てなくて苦労した時で、学園には選手をやるなっていうことで一切その来なかったで静岡で、あ、うん、静岡から来なかったんですね。来なかった。で藤枝の方も安倍川を渡らせるなと静学園やな。結局だから静学やるとその強くなっちゃうから、はい、あの清水は清水で強くしたいから東京と清翔と東海だし、はい、藤枝東は藤枝東、はい、この辺がもうビッグなチームだったから、あと静岡には静岡工業だった、はい、だからほとんど静岡の選手はそこの今言った学校へしか入れない、うちのところはよこさなかった。なるほど、まあ、俺がほらそういうどこもやってないサッカーやって、はい、さんと日本協会はやっぱドイツのサッカーを中心にやってもらいたかったから、うん、全国の高校で、うんうんうん、例えばコーチングスクールをやって指導する人がいっぱいいるだろう、そういう人たちはみんなそういう日本サッカー協会のあれを受けて指導してるわけだ、はい、全部協会の言う通りやんないとその指導者はダメなんだよ、うん、うん、それに俺すげえ反発したじゃん、なんで同じことをみんな同じことを教えてもらうんだ、それをなんでやんなくちゃなんない、うん、俺はブラジルのサッカーやりてえから、うん、なんとかそれを完成して日本の中で、うん、だから頂点を目指してさ代表に選手を送ったり、うん、そういうのはみんな一緒なんだよ、うん、そうだろ日本国で、うん、そうですね、指導者の目的は、はい、いい選手を育ってさ日本代表で日本の代表がワールドカップで勝ってもらいたいっていうのが夢だから、はいはい、だからそれをやり方が俺はちょっと南米式でやって選手を育てようと思ったから、はあ、うん、それでやっぱ協会とうまくいかなくて、協会はなんで俺たちの言う通りあの決まったことのサッカーをやらないだとか言われてさ、その、まあ、そなぜそのブラジルにこだわられたんですか。いややっぱ世界一だもん、うん、やっぱそのセルジョにあってその後からもブラジル毎年行き始めたんだけどさ、うん、ブラジルのサッカーってのはやっぱ見れば見るほどすごいんだよ。なんで14、15になると強くなるかと、はい、でやっぱりプロ の, あの下部組織の連中が寮に入って、明日がないと、まあ、今日おめすごい選手だと、うん、だけど、明日はいい選手来たらあなたはクビだよと、うん、新しい選手が入る、うん、そういうこの子はもう泣いて帰るわけだよ、はい、いつでも自分が競争どんなすごい選手が来るか分かんねえから一生懸命自分でやんなくちゃならない、はい、な、そうしないと家族を養えないわけだ、うん、はい、な、生活がかかってんだあの連中、そういうのを見てさ、いやすげえな、やっぱこういうやっぱ危機感がないと選手は強くなんねえな。でも日本と、まあ、ブラジルは環境が違うわけじゃないですか、うんうん、でもそのハングリーさを日本に持ってくるっていうのは、うんうん、なかなか経済的な違いもありますから難しいな、そういうのはない。それをどうやって構築されたんですか。いや今でも難しいよ、そういうのは。今でもね、日本というのは豊かすぎちゃってさ、うん、やっぱね、俺なんかは分かんないけど大体分かる、その想像するだけで清水なら清水エスパレスが入ってみんな満足しちゃうんだよな、あーユース入って、うん、それで日本代表を選べる、はい、それで、ああ俺はプロの選手になってきたと、はい、もうこれで大体一回ストップするんだよ、はい、でまた上上がるじゃん、上上がるとあプロになっちゃったと1人か2人、はい、これはもっと満足しちゃうんだ、うん、ハングリーがないんだよ、うん、で危機感がないんだよ、うん、入って
入ってもさ、次に明日いい選手来たら明日だよ、うん、やめなくちゃならないって、うん、そういう厳しさがない。指導者はね、生徒の心に火をつけて燃え上がらせる、うんうん、心に火をつけて燃え上がらせなくちゃならないという本を読んだたら、じゃあ俺っちもそうだと、はい、指導者っていうのは選手の心に火を灯すと、まず、うん、それからその火を燃え上がらさないとダメだと。あ、灯すだけじゃなくて、だから指導者っていうのはそういうその選手に火をつけて燃え上がらせることができたらいい指導者になれる。これは何でもそうだと思うよ。うわ、超名言ですよこれは。すごい井田さんならではですよ。指導者は火をつけて、うん、それで燃え上がらせる。そう、あ、なるほど。だからそういうためにやっぱり自分もな、燃えてないとな、はい、熱く燃えてないと、はい、情熱があって何とかしようと、はい、どんな弱い地でも鍛えりゃものになるという信念でもってこうやっぱ練習で頑張るわけだな、はい、人が1時間やらこっちは1時間半やらけだ、はい、それでなんでこんな練習やらなくちゃ、いや清水東は清水もこういうこの倍練習やってんだって、はい、そういう話して選手に、焚きつけてさ、俺も暑いからお前選手権で勝つってのは頑張るしかねえだろうって言ってさ理不尽な練習やった、理不尽な練習を。だからそういう気持ちでやっぱり選手と一体になって燃え上がって、やるっていう風になればもう締めたもんだな。でもそれ井田さんやっぱりトレーニングとかだけじゃなくて、うん、やっぱり信頼関係がやっぱすごいあるんでしょうね。まあそれは俺練習さ、朝練なんか一回もサボったことないし、朝5時頃からな、6時頃からやんだけどさ、一回もサボったことないし、一回もその風邪ひいて休んだこともないよ、はい、風邪ひかないために今でもそうだけど必ず朝昼晩うがいしてさ、あのやつでな、うがい薬で、そうやって風邪ひかないように、だから必ず体、最後は水でな、シャワー浴びて、それで常に風邪をひかない。だから40年間1回もあれだ、そういうことで休んだことないよ。すごいですね。そういう努力したら自分で。だから今でもそうなんですか？今はそうだよ。だから風邪ひかないよ、ほら。じゃあ選手も、うん、そう、もう井田さんのそういう姿見てたらもう風邪なんてひいてらんないし。ひいたら落ちちゃうもん。落ちちゃう。お前自己管理できてないからって。いい選手も出ちゃうよ。首だよ。首とかあの A チームから落とすよ。じゃやっぱりそういうのはもう昔からのそのブラジルの、こうブラジルのサッカー、ブラジルの現地の子はもう次の日、今日良くても次の日ダメなのも、バイバイ。新しいいい選手ついてる。と、はい、いうことですね。だけど俺の場合は学校だから一回落としてまた上げるけどね。はい、そういうのがうまいだ、今度は逆に。あ、落としっぱなしにしねえんだ。あ、そこが大事なんだ、ね。どっかでね、見ててさ、お前良くなったなって褒めたんだ。俺は嬉しいですよ。もっとスイッチ入るよ。なるほど。わかりました、井田さん。チャンネル登録お願いします。